54枚ぐらい中ね、2枚に選ばれた。何が54人中2人？なんかね、クラスで、で、1人2枚書いて、そのね、1人に。すごいじゃん。何の感謝？何の手紙？なんか、稲？稲刈りとか、田植えとかした。田んぼか。そう。稲刈り体験。田植え体験。そうそう。で、全部。両方？感謝のメッセージの作文をみんなの前で読む。うん。へぇー。すごいやん、みえちゃん。どうしよう。誰に考えてもらったの？自分で考えて。いただきます。の儀式。おててのシワとシワを合わせて。いただきます。ご飯を食べよう。はい、いただきます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 。もういいわ。もういいわ。何だ。今日は何、ママご飯これ。ご飯。今日はご飯でーす。そういやさ、ママパソコン買った時さ、1円510円、ママのメモリー8ギガやったやな。今新しい、一番 iMac の新しい iMac Pro、 100万、なんとメモリーがね 1.5 テラなんよ。1500ギガバイト、なは1500ギガバイトもあるらしいよ。今日ツイッターのトレンド入りしてた。ごちそうさまでした。たぬきのた。リコ、後でみんなにダンゴムシ見てもらおうぜ。オッケー。ということで、ゆきさん、ダンゴムシをみんなに紹介しましょう。いつもね、部屋のここにあるんだよね。ここに、ここにいるんですよ。はい、虫嫌いな人はここで止めてくださいね。いいよ。うわ。もうすでに見えるな、やばいのが。こっからね、マジでこっから先ちょっと閲覧注意だな。やば。これね、リクがね、今年の5月ぐらいに、雨は降ってなかったけどね、なんか湿った日に、の晴れ間にね、ダンゴムシをね、裏にある公園でね、撮ってきたんですよ。最初17匹か、そのぐらいで、今多分ね、1000匹ぐらいいるんじゃないかな、マジで。ちょっとここから先ちょっと閲覧注意ですけど、ちょっと。せっかくなんでね、お見せしようと思います。めちゃくちゃおる、やば。めっちゃおるやん。これね、やばいよ、余ったキャットフードをね、入れてるんだけど。はい。ちょっと行くか。リク、ちょっと緑のやつ取ってよ。緑のやつって、これ。取って。せーので、あんまおらんっていう手の裏側見てごらん。もう何も。うわ、やば。これね、ダンゴムシ、まあ、ただ単純にね、リクがダンゴムシ飼いたいっていう系飼ったんだけど、ただただね、ちょっとした餌を与えるだけでね、こんなにも増えてしまうんでね、ちょっと、ダンゴムシをね、ちょっと子供のために本気で飼おうと思ってるお父さんお母さん。気をつけてください。めっちゃ出てきた。やばー。でも可愛いんだけどね。うん。ちっちゃいのいっぱいおるしね。ちっちゃいのも赤ちゃんも。これ赤ちゃんめっちゃ大きくなったらめっちゃ多いよ。めっちゃおるな。可愛いんだけどね。これね、病気が蔓延すると全滅しちゃうらしいんで。痛くないんかね、これ。痛くないだろ。血と土だからね。頑張れ、おる。誰が消臭ボールを入れたんや。怖いんだけどね。ちょっと一匹手に乗せてよ、リクちゃん。キノコ。でかいのおらんかな。でかいのあんまおらんんだよな、もう。全然おらん。多分世代交代してしまった。3ヶ月ぐらいで世代交代するらしいから。潜っとる、めっちゃ潜っとる。丸くなっとる、こいつ。ほら、かわいい、丸くなっちゃった。うわ、虫って感じ。かわいいね。背中に点点点があるのがメスって言われてますね。うん、聞いたことあるね。これはオカダンゴムシっていう種類で、実はね、外来種のね、これ日本に昔からいる種類のね、昆虫じゃないんだよ。オカダンゴムシっていうのは、昔ヨーロッパから来たって言われてます。
キモいね。こんな感じで、うちではね、昆虫も飼ってます。かわいく飼ってます。何匹飼ってるんやろ。猫2匹とダンゴムシ1000匹やもん。嫌だ。えぐ。ほら、いっぱいいる。もうあれみたいし。でも多分意外とね、映像で見るとね、夢に乗せるとこ見て。ほら、ここいっぱいおる。うん、あ、ちっちゃい赤ちゃんが。いや、これ映像で見ると結構簡単、楽だな。これ実際見るとね、結構やばいけどね。キモって感じ。ほら、うん。結構やばいけど。穴の中に。なんか見てたら慣れるし。だって、メリークが。見えてない、見えてない、見えてない。くすぐったダンゴムシです。ダンゴムシです。本当はね、最初ね、アリを飼ったから、アリ飼ってた時の餌にしてやろうかなとか思ってたけど、アリちゃんが死んじゃったからな。まあ春になったら、あんまりちょっとあまりにもかわいそうなんで、春になったら話そうかなと思います。全然あるメスや。世話はね、霧吹きをたまにして、餌はね、キャットフードのあのこぼれた床に落ちちゃったキャットフードあげてますね。今もあるけど、キャットフードの下にダンゴムシ。キャットフードはちょっと肉性が高いから、ちょっとあれかなとか思ったけど、意外と平気。あ、ここに陸が、ね、買ったやつもそれ。さっきも言ったら、なんだっけ、オカダンゴムシってのはね、ヨーロッパからね、船に乗ってきたんじゃないかって言われてますね。え、日本固有の種類じゃないんだよ。何の船から、うん、それはな、貨物船じゃない。むちしゃ、うん、ちっちゃい。昔からいる、日本に昔からいる種類じゃないらしいよ。うん。うん、何あの、卵。卵の殻。いや、カルシウム足らんのかなと思って。多分猫の餌だとカルシウム足んないんだよね、昆虫は。昆虫は外骨格って言って、カルシウムたくさん取ってないと骨はないからな。そう。赤ちゃんがいっぱい。おい、いっぱい出てる。ね、潜ってる子もいるね。皆さんもね、あんまりダンゴムシ飼いすぎには注意だね、これ。多分餌やったらすごい増えるし、多分、下はね、あの、観葉植物用の土使ってる。赤ちゃんが。意外と二人とも平気やな。じゃあ、全然平気。ダンゴムシは全然。ダンゴムシだけやね。すっげーいっぱいおるけどね。ぜひ皆さんね、あんまり毛嫌いせずにね、いろんな昆虫飼ってみてください。赤ちゃんの